はい、皆さんこんにちは。ということで、今ここはですね、JR 大糸線の、平岩駅ということで来ています。駅前はこんな感じですね。駅前は道路があるだけなんですが、車が一台も通りません。で、非常に田舎でございます。でまあ、家があって、これ集落になってるのかな？うん。合ってます。多分、大糸線の非電化区間で一番の集落じゃないでしょうか、途中駅の中では。わかりませんけど。で、駅舎はこんな感じですね。なんか、いかにも国鉄らしい駅舎ですが。便所とか、これ。で、今日は1月の2日なわけなんですが、雪がすごいですね、これ。見てください、これ。これ、手が、はまっちゃいますかね、これ。やばいな、これ。で、これが駅舎でございますが、駅舎は、国鉄らしいですね、これ、駅舎。で、こっちになんか通路がありますから、なんでしょう、これ。行ってみましょうか。ぐっと。あ、便所ですね。ちょっと待って、国鉄だな。国鉄表記だ、これ。便所、ラベトリーっていうのが、これから便所、入ってみましょう。水が出っ放しなんですね。止めておきましょうか。誰だよと。こんな感じですね。鏡あって、便器、こう、結構綺麗ですね。一応水洗だ。ほう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 。なかなか綺麗ですね、ここのトイレ。トイレは綺麗です。はい。で、こっちはなんだ？あ、これだったの？作業、除雪用具とか入ってるのかな、これ。じゃあ、機械の中見てみましょうか。はい、平岩駅の駅舎の中です。うわ、国鉄だな。しかしこっちでもベンチがありますね。なんでこの辺ベンチなんだろう。なんか謎ですね。で、乗り合いタクシーの事故車ってことで、タクシーが一応駅前に来るようですね、ここの駅で。運行カレンダーとかって。で、バスもね、この駅行きますが、平日のみの運行ってことで、今日は年末年始まで運休なんで、運休です。こんな感じで、平岩駅、平岩駅、どこだ？これか。この平岩駅、あ、ここですね、駅前。これと、1日5本、結構来ますね、5本も来るんだ。で、大糸線列車行く方ってことで、ありますね、こんな感じで。これは南大谷駅かな、これは。なんだろう、よくわかんないですね。はい。大糸線に乗って、糸魚川へ行こうってことで、なんかありますね、こんな感じで。で、時刻表なんですが、大糸線発車時刻ってことで、糸魚川方面が、7時5分から始まって、1、2、3、4、5、6、7、8、9、9本。南小谷方面が、1、2、3、4、5、6、7本しかないと。少ねえ。で、途中、この駅で折り返しの列車が2本設定されてますので、その距離と糸魚川方面が9本、2本増えてるということですね。で、何時で来たかな？ 15時5分の糸魚川駅で来ました。15時50分の南小谷駅で折り返そうと。これであと45分ぐらい滞在で済むんですよね。列車が少ないですね、しかし。いやぁ、SB 北線並み少ないな、これ。で、大雪運転取りやめ。大糸線の大きな見込みのため、明日の列車で以下の運転を取りめます。明日はどうやら運休するようですね、この区間は。どうやら。平岩市5発。はい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 と。で、駅ノートがありますね、この駅。後で書いていきましょうか。何冊かあったですね。2011年から置かれてるんですね、この駅。すごいですね。結構古くから置かれてる駅なんですね。大糸線応援隊募集中とか、隊員募集中とかあります。日本の真ん中を走る大糸線とかって書いてありますね。運賃表ですが、よいしょ。糸魚川も420円。あとどこだ？あと、久米郷の330円。南小谷240円。白馬510円。あとは信濃大町990円。で、あと豊品1520円。松本まで1690円ですね。結構来ましたね、松本から。自分は松本から来たんですけど。で、新型コロナですね、感染症だって。ありますね。で、時計も一応あります。ちょっと、駅舎も取っとくか、駅舎のか。ちょっと。よっと。はい。じゃあ、ホームの方行ってみましょうか。
ワンマン列車の乗車案内とかも書いてますね。こっちからよいしょ。ホームに傾斜があります、ご注意ください。乗り場とか書いてますね。ワンマン列車の乗り乗降方向、こっちじゃなんだろう。昔は駅員さんがいた駅なんでしょうね、おそらくは。で、ホームの方行ってみましょう。ホームは結構長い通路を取る。あ、こっからも便所行けんだな。へえ。あ、また違うんだこれ。あ、便所2つあるんだね。なるほど。これの数すごいの。で、階段というのは滑りやすくなっております。除雪用具があって、ホームになっちゃった長いですね、通路は。ホームに行くまで通路が長い。あれホームです、わかんない。ホームがどこかわからん。で、こせんのがありますね。全くもってわかんないですね、ホームが。こっちが、糸魚川方面ですね。久米郷の糸魚川方面で、こっちが、南小谷、信濃大町、松本方面ということになります。ホームはこれですね。除雪が全然されてないっていうね、これよ。ホームは一面一線ですね。防線駅、長さは3両分あるかな、おそらくは。で、こっちにも線路が昔はあったんですよね。側線が今もあるんですけど、さっき見た通りですね、あの踏切のところあったんですけど、で、昔はこう1面2線の交換可能駅だったようです。で、左岩ってことで、右小滝、左北小谷というふうに書いてあります。駅名読もうさ、これ隠れちゃってるよね、これ。ちょっとすごい雪だね。しかしこれ結構降ったんでしょうね、これ雪ね。こんな感じで周囲は雪の雪景色ですね、これも。すごい、これ厚さ見てください、これ厚さ、雪のやばくないですかこれね。え、で、ワンマン乗車口、南小谷方面って感じですね、こんな感じで。なんだこれ、よくわかんないや、これ。ホームもこれ除雪されてないんで、端っこしか歩けないんだよね。これ黄色い線まで下がってくださいって言ってもさ、まず黄色い線がないですし、白線しかないんですよね。しかも白線も、白線の内側雪ですから、もう下がれないっていう、ね、無重化症状ですね。ワンマン乗車口、糸魚川方面、もう糸魚川方面とかもうこれ乗れないよこれ。まあ、乗る人はいないでしょうね、この駅。確か1日の乗降客って1日平均4人とかだったかな、この駅。全然いないっていうね。まあ、この大糸線の途中駅、肥前学館の途中駅もね、あ、1日1桁台の駅しかないんで、途中駅ではなかなかですね。これは除雪されてますね。で、この先はあれ、あれですね、除雪機もあそこにあってね、雪が降ってきた、なんかいや寒い。今日は1月2日、さっき読みましたけどね、なんか松本がマイナス9度とかなんかね、言ってましたよね、なんか。いやー、これは、ちょっとすごいな、これ。やばいよ、これ。ちょっと、やばすぎ。こんな、雪の、めちゃめちゃ雪降ってるところに来たら初めてかもしれないな。いやー、すごいな、これ、平岩。ですね。駅前はこの、なんか、あれ廃墟か、あれ違うかな、わかんないや。山ですね、駅前は。駅前は。こっちからちょっと除雪されてますね。ホームはもうちょっと広いと思いますよ。多分、ここまでがホームなのかな、ここ。ちょっと段差が、わかりますかね、ものが。わかんないかな、ちょっと。段差があるように見えるじゃないですか。多分、この境がホームと、線の境目なんでしょうね、なんか。どこまでがホームかわかんないっていうね、これ。こんな感じでしょうかね、平岩駅。あと駅の音はね、後で帰ってきますので、駅の音編も見ていきたいと思います。じゃ あ、この後駅の音で続くかもしれませんが、よろしくお願いします。で、一旦じゃあこの動画をこれ終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、線路こんな感じですね。はい、以上です。はい、ということで、この動画は、前の平岩駅の紹介の続きかもしれませんが、駅の音編ですね、こちら。行きましょう。駅の音は何冊なんだこれ、3冊ですね、あ、4冊か、合計で、ボールペンと鉛筆もなんとありますね、この感じで。鉛筆もあって、なんかカタログがあって、なんか、ありますね、この秘訣あります。じゃあ順番に見ていきましょうかね。どこで見ようかな、ちょっとベンチをお借りしてやろうかな、ちょっと。じゃあ1冊目から見ていきましょう。左側駅、駅の音11年。
や眠れなくて書いてもあるかな。雷鳥号だって。雷鳥うわ懐かしいな。雷鳥とか久々に聞いたぞ。雷鳥って、おわうまい、うまいですね。9時45分糸魚川駅列車、ちなみに今は何時ですか。まあ、9時45分という列車がありません。糸魚川駅の列車でだいぶ変わりましたね多分。南小樽でスキーするんだを、ボサボサなってる。まあいいや、平岩駅最高だと思うのがありますね。平岩最高、うん、確かにこの駅いいかもしれない。ムーンライト新春81号に来た。いいムーンライト新春にもなりませんかね今ね。なんだこれなんだこれ。うわなんか消されてる。これ鉄路の響きじゃないか。北小樽の歌は去年あった気がします。北小樽に駅の歌あんのかな、わかんないや。ここまた消されてるなんでこんな消されてんだろう。小滝川のやつは乗車客取り組みませんでした。どこか利用してください。950人復活させてください。ああ、そうか。おいと線昔は950人が走ってましたもんね。うまくむくれないな。バス増便実施。あ、これいつのやつだこれ。増便したけど結局ダメだったのかなこれ。あ、これ確か最近だよね確かこれ、ね、で、2冊目2013年9月26日から、はい、あ、ちょっとこれ、あれなんだ、やぶけこれは長谷川参上。仙台から来ました。いやすごい遠くから来てる人もいいんだな、うん、これから大野に行きます。これは首京野かな。なんか大野って言うと越前大野のことを思い出したんですけどなんででしょうかね。平焼きは友人の駅だった頃列車後から停車に入場券を買ったことがありました。へえ。なるほどね。そういう、まあ、昔にしかも降格可能だった時代か。だいぶ昔でしょ、多分。国鉄時代とかか。多分うまいですね。おぉ、外れちゃった。よいしょ。見たことある絵だな。あ、絵ってか顔だな。
なんだこれ。うまいですね、この辺もね。大糸線大好き。なるほど、2冊目こんな感じですね。3冊目これは、電気ついた、電気ついた。おお。なんだこれ、なんかちょっとしたなんかノートですね、こちら。はい、2017年から始まってます。おお、なんだこれ、すごいな。ん？あ、上田電鉄別所線の鉄橋壊れた時、これだいぶ前だな、これ結構。ちょっとところどころ省略しますか、ご了承くださいね。ところどころページを飛ばしたりします。あんまり詳しく見ちゃうとね、時間がなくなっちゃうんだね。よろしく。わあ、ほんとうまいな、これも。うん、闇の深さ今日はやっぱないですね。やっぱ、訪問でやっぱ来てる人が多いようですね。なんだこれ。はい、最後、最新のですね、4冊目の機能ですね、こちら。よいしょ。これ2021年9月18日から始まってます。結構最近ですね。先月入籍いたしました。何度かお茶に戻っていたシーンがよかったですね。あ、これ終わりかも。早い。一応最後の書き込みが12月30日ですね。ジャスキップで来ましたとかで、同じですね。書いていきましょうか、ちょっとね。じゃちょっと書くまでカット。はい、こんな感じでですね、書きました。ではね。2022年、今年初ですね、自分が書いたのこれ、左書きで決まったりね、ちょっと字が汚いんですがね、ジャスキップで本なかなかの駅の雰囲気、この部屋気に入れました。また機会はゆっくり大糸線変電会館飲みたいなと、そうですね、今回ちょっと全然時間なかったんでね、今度はゆっくり、まあ、ノイズ打ちもしたいところですね、今回平屋ぐらいしか行ってないんでね、南の辺りから、はい。以上ですね、で、平屋駅駅のところでございました。はい、以上です。